鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。いつもご視聴ありがとうございます。本日は無改札ノーラッチでどこまで行けるかをお届けいたします。無改札ノーラッチとはどういう意味でしょうか？単純に入り口から出口まで改札を通さないことを意味します。そんなの当たり前ですよね。いえ、同じ会社同士なら OK なのですが、違う会社同士なら一旦出口を出なければなりません。しかしある場所では改札を通さなくていいところがあります。そうなんですか？そんな駅があるのですか？はい、無改札で行く方法は2つしかありません。パターン1、改札を通さずに他車線に乗り換える駅を経由しての乗り換え。パターン2、直通運転の列車に乗ってそのまま他車へ行くこと。くれぐれもお願いです。これはあくまでも理屈上のものです。鉄道会社に迷惑をかけたり不正乗車を助長するものではありません。3社以上乗り継がれる場合は経由駅で必要に応じて IC カードをタッチされるか、乗り換え駅での精算をお願いします。3社以上乗り換える場合の目的地の切符の販売をしておらず IC カードで判断するしかありません。また出口駅の係員にかなりの作業負担、業務負担を強いますので、くれぐれも実行しないでください。パターンは3つです。私鉄、JR、私鉄です。 JR に乗り換えられれば無改札は無制限ですが、必ず IC カードを使ってください。また JR 会社を超える場合は IC カードは利用できません。今回は視聴者様のリクエストです。ありがとうございました。関東事例1、東武日光駅から小田急小田原駅、私鉄から私鉄、これもノーラッチで行ける一例です。東武日光から南栗橋乗り換えで引き船から半蔵門線に入り、表参道で千代田線に乗り換え、そのまま小田急の小田原へ行きます。 231.9km で普通乗車券のみの切符で2480円です。ご覧の経路検索の通りです。小田急小田原駅は箱根登山鉄道ともノーラッチで行けますので、行こうと思えば強羅まで行けます。箱根湯本駅や強羅駅の箱根登山鉄道の係員が東武まで生産できるとは思えませんので、小田原までにしております。これは一例ですが、東京メトロに入れば無改札で行ける範囲は広がります。半蔵門線なら大手町駅で東西線に乗り換え可能ですし、東西線なら JR へ無改札で行けます。またラッシュ時なら JR の総武線へ出ることは可能です。デイタイムは西船橋行き、もしくは東洋勝田台行きしかありません。西船橋で JR、東京メトロに乗り換えるには改札を通らなくてはいけません。渋谷駅で副都心線経由で西武線、東武東上線へ行けます。東武日光から無改札で東武東上線の寄居駅までも渋谷駅乗り換えで行けます。渋谷駅の構造を見ると副都心線と半蔵門線は無改札で乗り換えることが可能です。また西武線全線、西武秩父まで理論上では行けます。経路検索は JR を介してしか結果出力されませんので理論上だけとなります。東京メトロ、都営線、私鉄から私鉄、無改札乗り換えとしては方法は私の知る限りでは2つあります。白金高輪駅で乗り換える。白金高輪駅、目黒駅の間で南北線と三田線で乗り換えると同じルートを通るので不正乗車となります。また半蔵門線の九段下駅で都営新宿線と乗り換えることができます。九段下駅は都営新宿線と半蔵門線の垣根が取れましたので、無改札で乗り換えることは可能となりました。都営に乗れば京王全線、京急全線、京成全線が無改札で乗り換えることは可能です。ただし IC カードを使わない場合は経路の申告、精算を出口駅で言う必要があります。JR から私鉄、JR から私鉄へ無改札で行くには中央線中野駅から東京メトロ東西線ルート、ラッシュ時の総武線津田沼発東西線ルート、埼京線から入る相鉄ルート、臨海線ルート、常磐線各駅停車の綾瀬から入る千代田線、小田急ルート、
特急列車であれば JR 新宿、日光、鬼怒川温泉ルートなどがあります。関東の結論、関東の私鉄は東京メトロを介せば JR や都営、他の東京メトロの路線と無改札で乗り換えることは理論上可能です。都営に乗り換えれば京王、京急、京成にも無改札で乗り換えることは可能です。しかし入るときも出るときも IC カードを利用してください。場合によっては経路が複雑となり、自動改札でブザーが鳴り止められる場合があります。その場合は有人窓口で精算してください。このようにパターンは何通りもできるので、私が思いついた代表的なものを挙げました。昔は拝島駅や高尾駅、西船橋駅も乗り換え改札はありませんでしたが、今は設置されており無改札はできなくなっております。関西、山陽網干、近鉄名古屋、私鉄から私鉄。一つの事例として、山陽電車の山陽網干駅から近鉄各線まで無改札で行けます。山陽線、阪神線、西大、大阪難波、近鉄各線、最長名古屋まで可能です。山陽網干から近鉄名古屋まではノーラッチで 287.4km。近鉄普通、急行、快速急行と山陽阪神特急などで3800円です。これがヤフーで検索したルートです。この料金は JR の名古屋、網干の普通乗車券5170円より安いです。近鉄名古屋駅では阪神線の連絡乗車券は販売されておりませんので、近鉄名古屋、大阪難波の普通乗車券を購入の上、山陽の駅で阪神、山陽分の精算をしてください。おそらく簡単に精算できると思います。逆に阪神神戸三宮駅から近鉄名古屋駅は神戸三宮駅のサービスセンターで切符が購入できるそうです。また補足ですが、山陽線から阪急線に乗り継いで淡路経由で大阪メトロへ出ることも可能です。大阪メトロに出れば中央線の京阪奈線にも乗車可能です。また大阪メトロ経由で北大阪急行や大和西大寺経由で京都方面や京都市営地下鉄、三笹経由で京阪京神線、石山坂本線にも無改札で理屈上では行くことは可能です。ただし IC カードをタッチしなければ出口の説明が大変なことになります。また石山寺駅等各駅は無人駅が多いので切符精算では実行しないでください。また IC カードでも経路を複雑にすると無人駅の場合は対応できない場合がありますので実行しないでください。 JR から私鉄、 JR、 南海、近鉄。関西では JR と私鉄の相互直通は行っておりません。したがってパターン1しかできません。私鉄と JR が改札を通さずに行ける駅は現在では3駅しかありません。臨空タウン駅、吉野口駅、柏原駅です。吉野口駅と柏原駅は IC カード簡易改札口が設けられております。切符で行くならスルーすることは可能です。過去では和歌山市駅、橋本駅などがありましたが、改札口が設けられておりますので無改札はできません。将来なにわ筋線、仮称ができればさらに範囲は広がると思います。中部、私が知る限りでは名鉄と JR の無改札乗り換えは2カ所だけです。豊橋駅と弥富駅です。 JR 浜松駅から名鉄犬山駅、また豊田線を利用すると赤池駅から名古屋市営地下鉄へノーラッチで行けることは可能です。関西線でノーラッチでそのまま美西線に乗ることも可能です。九州、 JR、 私鉄、福岡市営地下鉄。福岡市営地下鉄と JR 筑肥線が直通運転しておりますので、 JR 筑肥線方面から福岡市営地下鉄の空港線全線、箱崎線への乗り換えは可能です。七隈線は現在では天神駅で一度下車しなければなりません。3月には博多延伸となるので、そうなればノーラッチで行くことは可能と思います。その他、
JR と乗り入れている伊豆急行は伊東駅は向改札で JR と直通することは可能です。伊豆箱根鉄道も踊り子号に乗れば向改札で行けることは可能です。仙台空港鉄道も仙台から仙台空港まではノーラッチで行けます。西武鉄道は休日などには秩父鉄道に乗り入れておりますのでノーラッチで行けることは可能です。新幹線開業による第三セクターなどもノーラッチで行ける箇所は多々あると思います。くれぐれも理屈上のものなので3社以上またぐ場合や長距離に及ぶものは会社線をまたぐ場合はあらかじめ購入するか乗り換え駅での精算をお願いします。